阪神中日19日甲子園球場阪神の森下翔太外野手がセリーグ単独トップとなる豪快な4号ソロを放った2点リードの3回1死無走者で打席に入るとカウント2月2日からのロタ玉メだった127キロのスライダーを強振打球速度163キロ 打球角度29度で飛び出した八球は119メートルの飛距離を計測し、左翼席に着弾した。森下の本塁打は10日、広島戦、甲子園以来。今季12打点とし、巨人、岡本はヤクルト、オスナラと並んでセ・リーグトップタイとなった。